今日もですね、コラボ問題、ちょっとお話ししてみたいと思います。まあ、週末ですね、まあ土日が結構またネットでもコラボ問題盛り上がりまして、まあ特に足立議員に対する攻撃と、まあいろんな、まあ暇空さんというか、まあコラボ問題に対して怒りを持っている方がですね、まあ相当足立議員の方にぶつかっていきまして、まあ盛り上がったんですけど、まあいろいろあって、まあコラボ問題注目している方も、まあ混乱している方も多いかと思うんで、まあ私なりにですね、今ちょっと思っていることを、まあだらだらとお話ししたいと思います。で、まあ話す内容としてはですね、まあここに書いた3つぐらいに、まあ自分の頭の中では整理したんですけど、まあ3つっていうとちょっと足立議員の整理の仕方と似てるかもしれないですけど、まあ私的にはこの、まあ、偽旗作戦、まあいろんな YouTuber の方も言ってるんですけど、偽旗作戦と、あとまあ先鋭化するグループですね、あとはまあ足立議員が今回のコラボ問題に関して取った行動とか考え方ですね、まあそれについてちょっと大きく分けて3つぐらいでお話ししたいと思ってます。で、あとはツイートをですね、3つぐらいちょっと紹介して、ツイート見ながらお話したいんですけど、まあ1つ目がまあ偽旗作戦に関わることで、まあこの橋本琴恵さんのツイートですね、そろそろ暇空あかねグループを称する工作部隊が、ピンクバスに何かかけるなど自作自演をして、朝日新聞が女性弾圧という記事を書く頃だと思うから気をつけてねと、まあこういうことが偽旗作戦って言われるような、まあ自作自演の嘘の事件を起こすような、そういう話ですね。それでまあ暇空あかねさんの支持者たちっていうのは、まあおかしい人だぞと、危険なグループだぞっていう風に持ってこうとすると思うんで、まあそこら辺は気をつけてくださいっていうことですよね。まあ気をつけてくださいっていうか、まあこういうこっち界隈のマスコミとかですね、グループっていうのは散々そういうことやってきたんで、もうほぼやってくると思ってた方がいいと思いますね。で、まあ具体的に、まあここに書いたようなピンクバスに何かかけるとかですね、いろいろ考えられると思うんですけど、あとはまあそうですね、まあやっぱりテレビも今取り上げないんですけど、こういうまあ反暇空あかねグループにっていうことが起こればですね、それはもう散々取り上げますんで、まああとよくあるのが、海外のマスコミに取り上げさせるっていうパターンですよね。日本外国特派員協会で記者会見するってよくあると思うんですけど、まあ、その特派員協会で例えばですけど、まあ、二藤さんとかですね、まあ、村木敦子さんとか、そういう方に記者会見させるとかですね、まあ、ああいう場に出てくるっていうのは、まあ、ちょっと弱い立場とかの人はいいと思うんで、まあ、村木さんなんかも、まあ、冤罪で結構注目浴びた人なんで、まああとは現実的にまあ女性問題取り上げてますんで、まあ若い女性の方ですね、なんか被害に遭ったとかって言って、そういう方が出てくるとか、まああとちょっと私まあ余談かもしれないですけど、まあ今村木敦子さんがボスじゃないかっていう話がまあちらほら出てるんですけど、まあそれはまあいろいろ関係してるっていうのはわかるんですけど、まあ、その根拠っていうのがあまりないと思うんですね。まあ、今回の足立さんの件もそうなんですけど、なんかあまり想像で攻撃するっていうのは良くないと思うんですよね。まあ、そこら辺はやっぱり証拠とかをきっちり集めて、何ですかね、攻撃するっていうよりは事実を淡々と並べるっていう方が、いいと思うんで、まあこれは私の個人的な考えですけど、村木敦子さんがボスじゃないような気がしますね。で、村木敦子さんっていうのは、まあ、冤罪で話題になったんですけど、こういうなんていうか、社会的に辛い目に遭った人っていうのは利用されやすいんですよね。で、現時点で私はちょっと利用されてるのかなっていう感じがしますね。で、そういう
例えば今回で言うと女性の若年女性の、困ってる人ですよね。被害に遭ってる人の、まあ、広告塔っていうかですね、そういう目立つ部分のマスコット的な役割に勝手に立てられてんじゃないかなって気は私はしてます。まあ今までこういう界隈のやり方を見てるとですね、やっぱりあんまり目立つ人っていうのは本当のボスじゃないパターンが多いですよね。まあ動いてる人っていうのはもう完全に見えない形で動いてると思いますんで、それぐらいやっぱりあっち界隈っていうのはやり方が巧みですし、まあ何でもやってくる人たちなんで、まあ、簡単には表出てこないと思いますね。まあそれぐらい厳しい戦いだと思いますね。まああとはですね、まあ例えば実際売春してるような若い女性っていると思うんですけど、まあそういう歌舞伎町とか新大久保とかの界隈ですね、まあああいう人に対する暴力事件とか、なんか火つけるとかですね、なんかペンキみたいなものをかけるとかですね、そういうのを、それこそ偽旗作戦なんですけど、わざと起こして事件にして、それをマスコミが取り上げるっていう、そういうパターンですね。あとまあこの橋本さんも他のツイートで言ってたんですけど、統一教会と結びつけるとかですね、だいたいあち会話が嫌いな敵にしてる人たちってわかると思うんで、統一教会と結びついてるとか、あとまあ安倍元総理と結びつけるとかですよね。まあ、統一教会っていうと安倍元総理と結びつけられると思うんですけど、だから安倍がとかですね、まあ、暇アノンとか呼ばれてるんですけど、安倍アノンとかですね、まあ、そんな言い方されるとか、そういうことはありえんじゃないかなと。まあ良くないパターンですけど、まああとなんかアメリカの大統領選挙の時みたいに、まあああいう議会の乱入したとかですね、まああれは私なんか、まあ陰謀論ってよく言われますけど、なんか警備員がなんか誘導してるのとか見ると、あれはもう完全に私はやらせだと思ってますけど、結局反トランプがああいうこと、まあそれこそ偽旗作戦なんですけど、トランプ支持者っていうのはあんなひどいやつらなんだ、暴力的なやつらなんだっていうことを見せるためにああいう偽旗作戦やるんですけど、まあこれも私は想像ですけどね、まあそういうようなことですね、どっかに建物に破壊するとか、それがまあ暇アノンだと、まあそういうふうにやらせの事件を起こすんじゃないかなと、まあそういう可能性はあるんで、まあそういうことを注意しなきゃいけないって、まあそういうことですよね。でまあ次がですね、まあ先鋭化したグループっていう話で、まあこれは常念司さんがリツイートしてたツイートで、まあ、ジョネンさんの YouTube チャンネルでもこのことを説明してましたけど、コラボ問題を保守フェスティバルにしてはいけない3つの理由、三品淳さんという方の、まあ、ブログですかね、ノートですね、まあ、それについての話ですね。まあフェスティバルにしてはいけないっていう話で、まあ保守界隈だと愛知のリコールの話とか、北海道の土地問題、あとまあ都知事選で田母神候補をした、まあ、話とかですね、まあものすごく盛り上がるんだけども、まあ、やり方がまずいばかりに瞬間風速で終わっちゃったと、まあ、そういうようにしてはいけないよって話ですね。で特に、まあ、何ですかね、敵がいる場合にその怒りを誰かにぶつける方向にちょっと行っちゃうんですよね。あまり理論立てて理路整然とやっていくっていうよりは、怒りをその気に入らないやつにぶつけるっていう方に行っちゃってるんで、まあそこがやっぱり気をつけなきゃいけないところですね。まあ怒りっていうのが、まあ今回の問題の、まあ、盛り上がった一つの要因ではあるんですけど、まあやっぱり問題はあると思いますんで、まあお金の使い方だけじゃなくてですね、もうそういう、まあ、中中スキームと言われているものを今までも作ってきたし、これからも作ろうとしてるっていうことですよね。まあそれに対する怒りによっていろんな人盛り上がってるんですけど、ただこれを解決しなきゃいけないっていうことが大事なんですよね。
怒りをぶつけることよりも解決する方向に持ってこうと、まあそういうことですね。でまあそういうことにも関係してるんですけど、これはまあ格闘家の青木真也選手のツイートで、まあ私いいツイートだなと思ってちょっとここに載せさせてもらったんですけど、ちょっと読んでみますね。相手を下げる、誰もができて大半がそうで、相手を下げて自分が上がる、割と簡単だが人はグッと減る、自分が上がる、難易度は難しい、希少、相手を上げて自分が上がるってことですね。至難の技で皆無に等しいと。到達した人はどのジャンルでも同じことを言ってるんだよなと。まあ皆さん分かると思うんですけど、要は例えばまあこれ相手との競争する場合にですね、相手を下げて勝とうとするっていうことですよね。相手を貶めたことによって、まあ、自分が勝ちになると。まあそういうことは結構多くの人がやりますよと。で相手を下げるし自分は上げると、まあこれも結構簡単だと。で自分が成長するとか自分がいいことをやることによって勝つっていう、それは難しいと。で相手を上げて自分も上がると、その上で勝つっていう、まあ今これ勝敗のこと言ってる方は分かんないですけど、要は自分も相手もいい方向に持ち上げると、それっていうのはすごく難しいし、それができるのは達人にやることだよと。まあこれ私はちょっと今回の件を含めて政治にちょっと当てはめて考えたんですけど、まあ政治とか、まあ政治活動ですよね。でやっぱり今回見て怒りでわーってなると、うん、相手を下げる方向でいろいろ、まあ要は批判したわけですよね。で、足立さんは悪いやつだと、そういうことによって相手を下げようとして、うん、自分の優位を保とうと思ったんですけど、まあ逆に足立さんもそういうとこありましたよね。あの足立さんの発言で言うと、あいつらは大したことないと、あいつらは本質が分かってないと、分かってるのは私だけだと、たくさんいる議員の中で私だけだとそういうことを結構言ってたと思うんですけど、それがまあ相手を下げるってことですよね。でもそれは誰もができるんですよと。でまあ相手を下げて自分が上がると、まあ相手をそうやって下げるけど自分もいいことすると、うん、下げた上で自分がいいこと、まあちょっとまあ足立さんはこれに近かったのかもしれないですね。うん、いいことはやろうと思って自分なりのあの方法論を見つけたんですけど、でも相手も下げると、まあそうすると一見するとすごく勝ちやすい感じがしますけどね。割と簡単だが人はグッと減ると青木さん書いてますね。でもその戦ってる人としては勝つかもしれないですけど、周りは支持しないよってことですよね、そのやり方だと。で自分が上がると、まあ自分が上がるっていうのはまあ常に足立さんの例えで申し訳ないですけど、あの自分がこういう3つの、まあ、コラボ問題に関しての区分をして、で一番のベストはこういうやり方だと、政治資金規正法だと、まあ、そこだけ提案してればここに到達できたわけですよね。相手を下げることなしに、俺はすごいんだとか他の人はダメだとかそういうことは言わないで、自分のいい提案だけしてたらここになったわけですよね。ただそれはやっぱり難易度が難しいと。やっぱり相手がこういうとこダメだ、ああいうことダメだって言った方が自分のが浮き立つんで、自分の意見っていうのが。まあ分かりやすいんですけど、自分の正しさっていうか自分の政策とかの説明だけしてると、それについて分かんない人っていうのはやっぱりいるんですよね。他はダメでこっちがいいってはっきり言わないと分かんない人いるんですけど、だから、難易度は高いですよね。うん、ちゃんと相手に理解させなきゃいけないんで。で相手も上げて自分も上げるっていう、例えば他の人も素晴らしいけど自分の意見はこうだよと、でその上でまあ自分の方意見の方に持っていくとか、それとも相手の意見を取り入れて自分も良くなるとかですね、うん、掛け算して良くなるとか、まあこれっていうのは非常に難しいっていうふうに青木さんは言ってますよね。だから今回の政治で言うと、
足立さんも、ヒマストラさんグループっていうかですね、コラボ問題だと思ってるグループも、やっぱり相手を下げて自分が上げる、自分が正しいっていうふうに言いたくなっちゃうんですけど、相手っていうか、簡単に言うと協力者を増やすっていうことですかね。みんなの力を結集して正しい方向に持っていくと。で、自分の考えも改善しながらですね、いい方向に持っていくと。で、そういうことによって協力者も得ると。これは喧嘩だから戦うんだとかじゃなくて、で、私が正しいんだとか、私のが優れてるとかですね。トップの、写真っていうか絵でですね、足立議員と橋本さんと、小池都知事ですね、それをちょっと載せたんですけど、やっぱり橋本徹さんとか小池百合子さんの政治っていうのは、誰か悪者を作ってそれをやっつけるっていう構図の、いわゆるポピュリズム政治ってよく言われますけど、そういう手法ですよね。で、足立さんっていうのも、橋本さんに憧れてこういう議員の政治の世界に飛び込んできたんで、そういう方向をちょっと行きたがるのは分かるんですけど、じゃあ今橋本さんとか小池百合子さんが評価されてるかっていうと、瞬間的には良かったけど、今嫌いな人も多いですよね。だから本当に人気取り政治みたいな感じになっちゃって。それって、その瞬間はその構図が正しいように見えるんですけど、きちんと国民とか市民とかを信じている政治ではないですよね。国民とかはこんなもんだろうと、分かりやすく敵を作ってやればいいと。で、現実の政治とか社会の問題っていうのはそんな簡単じゃないですよね。で、敵を作ってやっつければ解決する問題じゃなくて、やっぱり味方を作って数を増やして、で、国民市民に理解してもらって、それで少しずつやっぱり変えていくものだと思うんで、多くの支持者を得て変えていくものだと思うんで、それが王道の政治ですよね。でも、それってやっぱりこの青木さんのツイートで言うと非常に難しいし、時間もかかるわけですよね。相手も上げて、周りの人も上げて、ね、たくさんの理解者を作ってっていうのは王道だけど、やっぱりなかなか難しいんですよね。でも、やっぱり私はですね、それこそがやっぱり王道であるし、国民に対する誠実な政治家の在り方だと思うんで、できればそれを目指してほしいなと、応援している立場から思ってます。で、あとはですね、やっぱり怒りっていうことですよね。怒りを煽るっていうのはやっぱり恐ろしいことだと思うんで、で、安倍さんの事件とかもですね、どういう理由かって私ははっきりまだ見えてないと思ってるんですけど、やっぱりマスコミが安倍さん憎悪っていうのは散々煽り立てたっていうのは全く関係ないとは言えないんじゃないかなと思ってます。で、現在もですね、ああいう事件を正当化するっていう方もテレビとかで見られますんで、やっぱり怒りっていうのの行き着く先っていうのに何があるかですよね。それがやっぱり僕は安倍さんの事件ですごく感じる部分あるんで、で、怒りっていうのは本当人を冷静な判断できなくさせちゃうんで、私も昔会社のそれなりの立場だった時ですね、やっぱり結構注意することとかあるんですけど、特に自分より年上の人に対してもですね、注意したりするんですけど、その後ですね、私が逆の立場になった時があってですね、上司が年下で、私のは年上っていうことになって、結構きつい言い方で注意された時に、私すごいカッとなったんですよね。カッとなって何かしたってことはないんですけど、もうこいつの言うこと絶対聞くかって思ったんですよね。で、それぐらいやっぱり、なんていうか、怒りって
怒った何か言われた方っていうのは、言ってる方は分かんないけど、言われた方っていうのはもう、もう怒り一色に染まっちゃうんで、怒りは煽るっていう、私その時思ったのは、怒りっていうのは人にぶつけるもんじゃないなと思ったんですね。自分の中に持っとくものだなと思って、怒りをぶつけるっていうことは、私は、そういうことがあってからもうしないようにしようと思ったんですね。確かに注意するとかっていうのはいいんですけど、怒りの感情っていうものをぶつけるのはやめようってすごく、その時思いました。だからそれぐらいですね、怒りって時にパワーにはあらなるんですけど、本当に間違った冷静な判断っていうのをなくしてしまいますんで、特にそういうのを煽る政治っていうのは、私は本当に、良くないなと思ってます。で、これは聖書の中の言葉なんですけど、あなた方のうちで一番偉い人は全ての人の後になり、全ての人に仕える人になりなさいっていう、聖書の中にあるイエス・キリストの言葉なんですけど、こういうような言葉、キリストはよくいろんな箇所で言ってるんですけど、政治家にも言えると思うんですけど、これはイエス・キリストの弟子がですね、誰が一番偉いかっていう、弟子同士でいろいろ、今回の件みたいに言い合いをしてたんですね。で、それに対してイエスが割って入ってですね、一番偉くなりたいと思う人は、一番列の一番後ろに並べる人になりなさいと。で、誰にもへりくだって、誰にも仕える、召使いのように仕える人になりなさいと。そういうことを言ったんですね。だからこれは本当に私もそうだと思ってて、政治家にも言えるし、だから足立議員が、俺が天才だと。俺は誰にもやれないことをやってるんだ。他の議員はやってないことをやってるんだ。自分が一番正しいんだ。で、他の人たちは全く分かってないと。本質をついてないと。もうそういうことによってですね、あなたの言うことっていうのは誰も聞かないですよと。あなたは、もしかしたら政策としては正しいかもしれないですけど、政治としては劣ってる政治をしてますよと。劣ってる発言をしてますよと。政治家としては、レベルの低い発言をしてるんですよっていうことを自分でアピールしているようなものなんですよね。やっぱり全ての国民のための政治家って、それすごく大変な話ですけど、でも政治の王道っていうのは、一番後ろに並べるかどうかですね。一番後ろに並べることこそ政治家の大事な要素かなと、私はそう思いますね。だから、それは足立さんだけじゃなくてですね、今回のコラボ問題の問題を解決したいと思っている人もですね、もし本当に解決したいんであれば、いろんな人の意見を聞いてですね、で、いろんな人を称えて、敬意を持ってですね、で、違う意見があってもそれはそれで認めるっていう、そういう姿勢こそ本当の解決につながると思うし、橋本徹さんとか小池百合子さんのような政治をですね、そういうポピュリズム政治を安倍元総理はやらなかったですよね。で、議論を大事にしましたし、国民の中で議論してもらうっていうことを大事にして、国民を信じた政治をやりましたよね。民主主義っていうものを信じたやり方だったと思うんで、怒りを煽る政治はしなかったと思うんで、足立議員もね、足立議員の話ばっかりになっちゃいましたけど、我々も含めてですね、レベルの高い国民で、レベルの高い議論をしていきたいなと。そう思ってるし、そう願ってます。ということで、今日はコラボ問題についてですね、いろんな議論があったんで、現時点における私の感想をお話ししました。今日はありがとうございました。